題、次のメンバーへの宿題を出します。なんか明日誰、あ、明日は真夏か。真夏に皆さん出したい宿題とかありますか？じゃあ真夏への宿題はロンダートスプリングです。そうです。何がいいだろうな。ズッキュンはねもういっぱいやってるからいいよ。なんか他のやつやらせたいな。あ、うん、アカペラアカペラ楽しそう。ひたすら歌わせる、どうなるんだろう。すごい面白そう。それにしよう。よし、はい、できた。真夏への宿題はアカペラでひたすら歌ってです。あ、時間制限させよう。5分間かわいそう。5分間これなんだろう、なんかすごいきっと不思議な気持ちになりそう。この放送を見てる人たちみんな途中からつけた人とかびっくりしそう。なんで真夏ずっと歌ってんだろうって思うよね絶対。よし、でも真夏、私あのツアーの時に思ったけどピアノ弾きながら歌うと上手だったよね。なんかピアノ弾きながら歌った方が上手いんじゃないって思って、その後真夏に言ったら、じゃあ私ずっとピアノ持ちながら歌おうかなって言ってて、でももしなんか困ったらねピアノ持参してもらって、じゃあ5分間アカペラで歌ってください。真夏頑張ってね、よろしく。はい、というわけで、まず私がやらなきゃいけないのはこちらです。じゃん、さゆにゃんからの宿題、5分間アカペラでひたすら歌ってということです。いやー、なかなか、いや、これ見たんですよ。これ見てやばいのやってきたじゃんさゆにゃんと思って。5分ですよ。だってこの番組基本的に30分なのに5分もいいんですか。歌で話聞きたくない、みんな。しかもあるんだよ、いっぱいなんかやることが今日は。まあいつもそうなんですけど、だから人に宿題めっちゃやらせるくせに自分がちゃんとやらないんじゃないかっていうの、前回と比べて、前回も見てる方はそう思うかもしれないんですよ。前回ミサがそのアカペラで歌ってっていうのと必殺技新しいのやってって言ってきたんですけど、新しいのなんか作りませんって言って1個やんなかったんですよ。で今さゆにゃんから5分歌ってっていうのが来てるんですけど、5分はさすがに長いかなと思って、私は、先ほど決断しました、2分にしました。はい、どうでしょうか皆さんの声が聞きたい。どうですかね。2分ぐらいがいいよね多分。しかもね、あ、2秒でいいよ。だってやだよ、2秒はやだよ。あ、すごい優しい、みんな2分でいいよっていうか、ちゃんと仕事しろっていう人もいますけど嫌です。ちょっとね、じゃあほら、コンディションがバッチリじゃないのが申し訳ないんですけど、本当は一番いい美声を聞かせたかったんだけど、何がいいですか。ちょっと皆さんに聞こうかな、何がいいか。まあ大体歌える曲は限られてるんですけど、何がいい、ちょっとね、ピアノは持ってくるの忘れちゃったんですよ今日。だからあなたのために弾きたいが歌えないんですよね。あ、わかった。あ、口約束だって。口約束、じゃあ口約束にしよう。ちょっとね、自分のパート以外は歌詞がちょっと危ういんですよ。ちょっと待ってね、歌詞を検索します。口約束ね、いいですよね、女子カルの口約束歌詞どう
うです。あ、でもあれもっていう人がいる。忘却。私も忘却も好きだな。けどまあこのタイミングっていうのもあるので口約束にしたいと思います。え、一人で歌うの？やだ。じゃあ行きます。3、あ、測らなきゃ。今6時、あ、あと3秒で8分になるから、よし、行きます。はい。いつか彼氏ができたって、絶対私は変わらない、女の、なんだっけ、女同士の友情を優先するって誓おうよ、もしも急によそよそしくなって用事があるのと言い始めたら抜け駆けをする、裏切り者めと仲良しグループを除名するルール、そんな口約束で盛り上がったあの日、まだ若かったし本当にそう思った、ずっとこのまま今のこの関係が続くものって信じてた、大事な友よ。お、1分15秒です。2本やんないのかいっていう。上手くなってるでしょ。ねえ、ほら、うめえって言われてるみんなに。それがね、理由があるの。上手くなった理由が聞きたいですか？理由。上手いでしょ。そうなの、上手いの。じゃあ言います。理由、なぜかというと、昨日若と一緒にいたって言ったじゃないですか。で、まあ一日一緒にいたので、カラオケに行ったんですよ。で、なんか不意になんか口約束を入れて、で歌うっていう、その口約束タイムがあって、でそこで一緒に歌ったんで、なんだろう、多分喉が慣れてる。だって昨日だから、昨日の今日だから絶対うまいでしょ。昨日歌った曲は、乃木坂の曲は多分口約束がちゃんと一番歌ったのかな。なので上手だったんです。ただ昨日はちょっと無理でした。普通には歌えなかった。全然、もう全然無理でした。ずっと泣きながら口約束歌うっていう、お互いに泣いておりました。はい、ということで宿題達成、イエーイ。はい、ナッタンの美声を響かせたということで、ですね、